ございます。カモンマテリアル、マテリアルの高見物です。クレーンのアキです。カモンの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくモービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、はい、いやいや19日、はい、ね、はい、なんか昔ジュークっていうあのバンドっていうかのユニットありましたよね、なんかね、あの好きでした。はい、飛行機そう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 好きやったけどなんちゃらやねんな、いつる、あ、はいはいはい、二人組でね、やってらっしゃったんですね、はい、ありましたね。まあそんなことはいいんですけども、はい、思いつきで言っちゃいました。はい、11月19日はどんな日なんでしょうか。はい、今日は緑のおばさんの日です。おー、はい、はいはいはい、1959年昭和35年の11月19日に、はい、通学する児童を交通事故から守るための、うん、学童養護院、うん、緑のおばさんの制度が東京都においてスタートいたしました。はい、はい、緑のおばさんの愛称は交通安全のシンボルカラーである緑色の服や帽子を身につけていたことに由来しております。うんうん、創業当時、勤務時間は午前中の2時間、午後の3時間で、うん、日当は315円でありました。日当がついてたんや。日当ついてた。これね、職業だったみたいで、はいはいはい、もともとはまだ女性の職業場がなかったんですが、うん、戦後復興時に、うん、家父の雇用対策として設立された職業であります。はい、当時は臨時職員でありましたが、1965年、昭和40年より東京都の、うん、正職員と、うん、なりました、うん、で今はね、それが存在が議論されていますが、なるほど、いやまだあるんだ。あるそうです。へえ、ね、すげえな、うん、なんかね、あの僕らはね、よくほら、あの、まあ、今でも街にね、あのその子供が通学する、はい、ね、うん、時間にね、いっぱいね、いてはります。おじさんとかおばさんがなんかグリーンのこのね、チョッキっていうか、うん、ベスト着て、はい、なんかはいはいとかってやってるもんね。うん、あれでも完全にボランティアですもんね。ですよね、ボランティアで。はい、あれは近所の人が交代で、ね。多分そうです。多分そうです。でも多分毎日おるおっちゃんとかは、うん、むっちゃよしゃべる人もいるし、多分あの通学してくる子は一緒ですよね。はい、そうそうそう。みんな顔見知りになる。そう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 。毎日おじさんおるし。めっちゃしゃべってるな。聞いてたんですけど、ね。おおお。そう、もう小学生に。うん、お前どこの中学校行くねみたいな感じで、なるほどなるほど、どこ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 とかって会話してるから、あ、うん、そういう会話もするんや。いやいやいや、だからやっぱね、そういうのって逆にセキュリティになるしね、うん、そうですよね、うん、だから言ったらその顔なじみの おっちゃんやから、うん、言ったら、あれあの子今日来てへんのかみたいな話ね、なったりとか、そういう情報がまあ集約されるとね、また子供を守っていくセキュリティになっていくんじゃないかなと。まあ、なかなかでもそれを集約するもんが なかったりとか、そのおっちゃんだけで終わってたらあれなんで、なんかそういうの集約できたらいいですよね。そうですよね、うん、まあ、人との、ね、つながりっていうのがやっぱりいいですよね。そう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 、すごいそれ大事ですよね、うん、朝おはようございますって言ってね、行ってきますって言って、うん、いうのもね、すごくいいなと思いますね、はい、そしてもう一つ、はい、世界トイレの日です。おはい、世界トイレを、世界のトイレを研究しているシンガポールの、うん、ジャック・シム氏が、うん、設立しました、はいはい、世界トイレ機関っていうのがあって、うん、はい、2001年には世界トイレ機関が設立され、また世界トイレサミットが、うん、創設されたことに、2001年つい最近ですよね、はい、この日にトイレサミットが開催されたことを記念して、うん、トイレ世界の日が誕生いたしました、はい、今後もこの日にトイレの問題を考えるイベントや取り組みが世界各地で開催されています。トイレの問題って何？そう、トイレの問題っていうのがね、はい、世界では未だ3人に1人がトイレを使えない現実にあります。あ、過去20年、そうなんです、3人に1人です。過去20年ほどの間にトイレを使える人たちの割合は少しずつ増加していきましたが、うんうん、現時点では 68% までは向上したんですが、うん、なお世界の3人に1人にあたる約23億人の人がトイレがない生活を送っているそうです。 30% ない、うん、道端や、ね、草むらに排泄物をしてとか、虫とかね、川とか地面などを介して人の手についたり、
ブチに入ったりっていうことの危険があって、まあ、それで命を落としてしまうっていうこともありますので、場所を決めてっていうところもあるでしょうね。この辺だいたいこの辺、うん、ここはトイレあの この一帯トイレなの、うん、でなんか多分マイトイレ場所みたいなのがね、毎回ここでやるみたいな、そうそうそう、きっとあるでも全く決まってないところもあるんですよ ね、うん、で, すよね。でも なんでしょうね、そのほらあのトイレって、うん、そのまあ確かに僕らはトイレがあるのが当たり前やから、うん、あのそれこそ日本人なんかすごいよ、あの古事記の中になってトイレの話が出てくるわけ、うん、トイレの神様ってほんまにおるからね、うん、あのあるのよ、うんうん、だからそのなんて言ったらいいかな、その昔はでもね川の上、ああ、やるみたいな、そうそうそう、川にやるっていう、だからまたいでやってるみたいな、うん、なんかそういう話だったけど、まあでもトイレがないのが当たり前の生活の人たちって、うん、逆に言うといっぱいいて、うん、でそれこそそういう人たち、その森の中に住んでる人とか、うん、あの前にここでも紹介した森の村ぶりのね、はいはいはい、あの民族の人たちなんかは、うん、もうまさに草むらでやったはる人らですからね、うん、であのトイレの紙の代わりに大きめの葉っぱで拭いてはるわけですよ。でもそれが当たり前ですもんね。そうだから、うん、あの何やったっけ、あのほら俳優のあの風間徹さんとかあの極貧生活で草食ってたとかっていう人やから、あの全然なんかねサバイバルでやばいとこ行っても大丈夫っていう話ですね、ね、だからやっぱその僕ら当たり前にトイレを使ってる人間からしたら、いやそんな汚いとか、いやそれ恥ずかしいとか思ってるかもしれんけど、多分村ぶりの人とか別に恥ずかしいとかじゃなくて当たり前なの、恥ずかしいという概念がないね、ね、うん、だからきっと全然その欲しいと思ってない人にとってはどうでもいい話なんかもしれへんなっていう気がしますけどね。まあ、でもね、それで衛生的にも良くないっていうので、やっぱりトイレがあった方がいいんじゃないかっていうので、トイレのね世界トイレ問題について考えましょうっていうので、まあ、綺麗なのはいいけども、はい、やっぱ抵抗力が下がってるから、そうなんですよね、それが現実にあるっていうかね、ちょっとそのなんていうの、ちょっとしたらすぐ、まあまあまあ今はほら、ね、あのコロナがあるから、うん、まあ仕方がないけど、うん、でもあんまり綺麗すぎる、そうそんなにやって、俺いつも思ってるんだから、あの、うん、たまにさ知り合いとかの子供さんとかに触るのって、うん、手洗ったとかめっちゃ確認されてる、うん、お前だからそんなことやってるから抵抗力のない子供にならないもう抵抗力つけんねやったらもう汚い手で触らせろちょっと筋ついても大丈夫みたいなもうちょっとそれで最初は熱出るかもしれへんけど、うん、あのそれでそのね、強くなっていくんやからって、うん、俺は逆に言ってんねんけどね、うん、まああの少数拝見でございますはい、はい、トイレだけにちょっと話が長くなりました、はい、流しましょう、はい、はい、流しましょう以上ですこの話の後に持ってきにくいなおいこのプレゼンありかなしかですね、はい、今日も、なんとですね、今日はですね、映画監督と主演女優の、はい、お二人に、インタビューをさせていただきましたというやつなんですけれども、うん、これがですね、まあ、お二人も多分あのご存知のやつなんですけど、田辺弁慶映画祭、はいはい、グランプリ取りました、ミューズは溺れないという映画の浅尾のぞみ監督と、はい、上原、美久さんですね、はい、にインタビューをさせていただきました、はい、はい、こちらの方をご覧いただきたいと思います。それでは、このプレゼンありかなしかスタート。上には上がいるって分かって悔しいです。だから次はこの作品を超えるものを作ろうと思ってます。モデルやってよ。あ、次の作品の。これ以上惨めなのしたくないの。惨めなの。木崎さんは美大を目指してるんだと思ってたけど。まさか。無理ですよ、私なんか。そこなんで私なの。つまんないになるよ。それは私が決めることだよ。絵が好きなんじゃなくて、サクのことが好きだったりして。だってサクもよくサイバラのこと見てるもんね。別によ、誰が誰好きでも。
やめてよそういうの。は？多分私木崎さんたちとは違うんだ。違ったらダメなの？だったら私だってエミとは違う。生物の進化も科学の進歩もトライアンドエラーって言うでしょ。形にして完成させなきゃ次に進めるもんも進めないってことよ。人と比べてどう思われるかよりも自分がどう思うかの方が大事だと思うけど。ねえ、こんなのどう？映画「ミューズは漏れない」の監督の浅尾望さんと主演を務められました上原美久さんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。でですね、この作品は、まあ、どういう作品なのかって簡単に、まあ、監督の方から説明していただいてよろしいですか。はい。美術部に所属している高校生の女の子の、まあ、ものづくりに対する、まあ、苦悩であったり葛藤だったり、まあ、そして、まあ、家族とか友人とかとの、まあ、交わりの中での、まあ、もがきのような映画になっております。はい、はい。もがいてるんですよね。もがいてます、はい、でこれが結構監督もこの制作にはもがいたという。あ、そうです。2019年に、はい、クランクインして、はい、まあ、約3年かかってということで。そうですね、はいはい。実際に、まあ、2019年8月にクランクインしたんですけれど、はい、その後、まあ、一時ちょっと、まあ、コロナの影響とかを受けて、うん、丸々1年半撮影が中断してしまって、はい、完成までに2年、うん、で完成した後に公開まで1年かかって合計3年かかってしまった作品。これでもどうですか、まあ、完成はね、やったらやっとちょっとホッとしたっていう感じだと思うんですけど、はい、このまた公開まで1年かかってるっても結構大変ですよね。いやそうですね、早く見せたくてたまらなかったので、さらに1年、まあ、待つというか、まあ、見せるために準備をいろいろしなきゃいけなかったと思うんですけれど、はい、すごく、まあ、なんかジレンマがありましたね、うん、早く見せたいのに早く見せられないのか、早く世に出したい、子供、子供です。そう、制作も、まあ、要はクランクインしてからもまたね、はい、1年半ぐらい止まっちゃってみたいなところもあったんですけど、まあ、その辺は どうですか、 なんかそう何もできないみたいな。そうですね、何もできなかったんですけど、ただでもその2019年8月の時点で、まあ、ドラマのシーンを全て撮り終えていたので、はい、まあ、手元に素材だけは、でも一部の実験のシーンだけ撮れてないという状況だったので、うんうんうん、まあ、それを撮るために待ちながら、まあ、一人で編集をして、はいはいはい、音楽どういうものをつけたらいいかなっていうのでいろいろ考えたりとかはしていたので、まあ、時間があるのいろいろ遂行していろいろこの映画そのものを捉え直すっていうことはできたのかなと。僕音楽で、はい、一言言うと BGM 大好きなんですよ。カッコン部屋でね、咲子ちゃんが箱舟を作ってる時にね、流れてる BGM っていうか、これあこれ BGM とか思いながら、これ生音っぽいけどでも咲子ちゃん出してる音じゃないよねと思う。でもね、あの感じがある意味その彼女の心情も表してるし、世界観をすごい作ってくれてるなと思いましたね。なんですかね、でも前編を通してやっぱりすごく個人的には編集にめちゃくちゃ助けていただいて、本当映画とかじゃなくて本当個人 の, 演者としての一演者としての感想としてはもう浅尾さんの編集の力にやっぱすごく作子が助けられていて、なんか改めてこんな子だったんだっていうのがなんか伝わってくるんで、なんか自分のやっぱり現場の芝居だけじゃちょっとやっぱ不安な部分とかってどこかしらあったんですけど毎日、うん、でも試写を見てなんかそれがすごく形になっているというか、うんうん、なんか自分自身にも伝わってくるものがあったのでなんかすごいなんかありがとうございます。むしろ私はその、まあ、その1年半の延期になってる間に上原さんのお芝居に助けられてた。画面だから私はむしろこのお芝居があってそれをその素材があるからじゃあこういう編集していこうっていう感じでいろいろ
なんか今なんかティッシュかなんかやりたい。ちなみにそのやってらっしゃる時、はい、そのまあ最初のね12日間でドラマパートは大体取り切ったって話だったんですけど、その時にその感じてらっしゃったことってどうなんですかね。でもなんかやっぱりその映画って生き物だなじゃないですけど、なんかシナリオで読んでいた時の感覚と、やっぱ実際現場に入って人がこう動いていく時ってやっぱどん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 違うものになっていくなと思って、当時はやっぱりそれが把握しきれない怖さというか、やっぱ自分も初めてその長編で長い時間主演やらせていただくのとかで、こうちょっとこういろいろプレッシャーになんかこう追いつけないっていう感覚とかもあったんですけど、でもなんかそれはある意味すごく作子に役として反映されてる部分はありますし、そうですよね、ちょうどそういうその揺れ動くっていう、ね、気持ちの部分っていうのがものすごく僕はよく表現されたと思いますよ。そういう部分もうまく汲み取ってくださって、いやいや出てたから、いやいや出てたものをただ私は伝えてた。ティッシュすみません。お一人ずつそのここは見てほしいっていうところってどうですか。なんか私は試写で見た時にやっぱり浅尾監督のその創作のなんか魂みたいなものを勝手に作品で感じたんです、試写で見た時に。で自分はやっぱり作品を撮ってた当初はやっぱ自分のことしかやっぱり見れてなかったなってすごく感じてたんですけど、実際じゃそれが編集して音をつけてってなった時に、あなんかすごく本当に浅尾さんの創作の作品というか、なんか創作心がすごく作品に反映されてるなって思ったんで、私も実際試写でそれを受け取ったし、だからこれから見てもらう人にもそれをすごく受け取ってほしいなっていうのはすごく、なんかそういう楽しみ方をしてもらえればなんかいいんじゃないかなっていうのが一番。おお、120点もう主演女優として120点のコメントですね。もう全部見ろと全部見ろいうことですね。はい、素晴らしい。はい、ないですよ、もう。いやいや、シーンはシーンでまた別の。いやいや、こだきとこだわり。いや、私それで言うと、はい、シーンっていうよりも上原さんの表情の変化を楽しんでいただきたい映画だなと思います。だからまさにこの映画の中で、まあ作子っていう人物が生きてると思うんですよ、うん、それはやっぱり上原さん自身 の, あの演技プランなのか、ちょっと私には何もつかみきれないところなんですけど、この映画の中で徐々に徐々に成長していって、うん、それが表情の変化だったり体の動きだったりっていうのも、なんか人間ってこうだよねっていう、なんか人間味がだんだん出てくるというか、その変化をぜひ楽しんでいただきたいなと。なるほど、上原美久の成長をこの作品の中でそろそろまとめたいんですけども、はい、じゃあ監督の方からですね、皆さんにですね、まずは一言、いただけますでしょうか。はい、はい、まあ、ミューズは溺れないっていう映画は、というか、まあ、私の、まあ、10代の時にいろいろ悩んで息苦しい思いをしていたとこから派生して出来上がった映画なんですけれど、まあ、10代の人たちだけではなくていろんな世代の方にも楽しんでいただける映画だと思っているので、もし何か苦しい思いをしていたりとか、何か誰かとつながりたいけどなかなかつながれないとか、そういう思いを抱えている人にぜひ、まあ、見ていただいて、何か気持ちの変化だったり息苦しさから解放されたりっていう、そういう経験をしていただけたら、作った側としては本当にこの映画を撮ってよかったなと思うので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。はい、上原さん、今上映しているのが、まあ東京と大阪等でまだレイトショーでしか上映できてないんですけど、なんかやっぱり私の元に届く感想とかは、なんかもちろんその時に共感とかすごく気持ちを寄せてくれるところもあるんですけど、もうちょっと早く見たかったとか、うん、それこそその思いを当時に馳せるっていう見方もあれば、この作品にもっと早く出会えてればよかったなっていう
感想をいただくことが結構多かったりするので、なんかもっともっとたくさんの人に見てもらって、それこそ今レイトショーなんで、やっぱあの大人の方しかどうしても劇場で見られないんですけど、実際のその高校生だったり中学生だったりとか、そういった方にも届けられる作品でありたいなっていうのは個人的な思いとしてあるので、あのこれから全国上映会広げていければなって浅野監督と常日頃喋っているので、あの応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ぜひあのマイクロシアターマテリアルタミマスでもね、お声かけていただければいつでも興行をやりますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日は、映画ミューズは折れないの、監督、浅尾望み監督と、上原美樹さんのインタビューでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ということで終わりました。はい、いや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 、でもね、ほんとね、あの上原美樹さんがね、すごいね、よく喋ってくれるんですよ、うん、しっかりしてるね、あの、確か20歳ぐらいじゃないかな、まだね、しっかりした方で、はい、あのいろいろとあの思ったことをちゃんと、口にしていただいてたんで、はい、あのインタビュー成立してたかなという気はするんですけども、はい、こんな感じでございますね。まあ、はい、あの なんて言ったらいいんかな、まあ、確かにあの、おっしゃる通りで、あのこれもね17歳かな、17歳、主人公17歳かな、のお話なんですけど、18歳か17、18ぐらいのお話なんですけど、そのね、面白いのがね、あのこの作品にコメントを寄せてくれてる関係者というか、いろんな人たちがいるんですよ。で、松崎さんとかね、あのいろんなその映画関係のなんか評論家の人とか、他の映画監督とか めっちゃみんなあのコメントを寄せてるんですけど、そのコメントのほとんどがね、あのこの作品はあの高校生を描いてるんじゃない、あそこに出ているあの、演者たちがみんな高校生を生きてるんだみたいな言い方をするんだね。だからあの本当にこれはその青春を描いてるんじゃなくて、もうまさに青春を切り取ってるみたいな書き方をしてる人がすごく多くて、まあでも確かにそうだなっていうか、あのなんかあの年代特有のいろんなことを現代的に描かれていて、あの非常に面白かったなって僕も思いましたね、はい、あでも2人とも見てる、見ていると、あ、見てますよ、袖で。あ、そうです、そうね、あの田辺弁慶やったね、田辺弁慶画祭で影穴してましたからね、そっかそっか、そうです、浅尾監督にももちろんお会いしました、ね、ね、お話もしてましたそうなんですね、お元気そうです、はい、はい、まさかね、こんなとこでこういう形でこういう形で再会するとは、ね、とは思ってなかったみたいな感じだと思うんですけども、はい、そうなんですよね、はい、まあなのであのすごいこう、僕は好ましい映画だなというか、うん、まあ、あのいろんな人が見たらあのいろんな感想がもらえるんじゃないかなと思うんで、はい、でも本当に印象的なのはそのあのホームページ見たら多分出てくるはずなんですけど、あの番組じゃなくてこの、作品ホームページ見たら、あのいろんな人のコメントが出てくる、本当にね、これは青春そのものだみたいなコメントがめちゃくちゃ多い。なんでこのおじさんたちがこんなこと言ってんねやろっていうおじさんが青春、おじさんたちがなんでこんなに言い騒いでるのか不思議なぐらい、あの青春してるみたいですよ、はい、ぜひあの青春にあの目がない人は見に行っていただければなと、はい、思います。19日ちょうど今日からですね、上映がスタートしますので、ぜひご覧になっていただければと思います、はい、ちゃんと俺営業してたでしょ。ありがとうございます。はい、ということでじゃあ、そこを確認したところで、判定に行きたいと思います。え、それも考慮してるんですか。それでは行きますよ。ね、はい、このプレゼンありかなしか判定。いやまあ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 ね、はい、いやでも本当にあの場合によってはあのそのうちここでね、ミューズは折れないが流れてるかもしれないなみたいなこともあるかもしれないので、はい、まあ、それも期待していただければと思うんですが、はい、まあ、その前に、シネヌーボーさんで、はい、今日からやってますので、はい、ぜひそちらの方もね、ご覧になっていただければなと思います。はい、ということで、ミューズは溺れないの浅尾監督と、上原美樹さんの、インタビューでした。ありがとうございました。はい、それでは次、あやみ。はーい、見てね。
情報です。はい、はい、本日ですね、チョイスの日やっております。はいはいはい、ファーストチョイスが、13時30分から、霧島部活やめるってよやっております。それからね、アナと雪の女王もやっておりますので、まあね、それぞれのお時間はホームページの方でご確認ください。はい、今日は13時30分スタートとなっておりますので、お越しくださいませ。あが積もった俺。参加費が、ワンチョイス1500円、ミドリンクお貸し付きとなっておりますので、お気軽にお越しくださいませ。はい、そして26日が、26、27とチョイスな日もございます。26日、27日はダンサーインザダークと泥棒は幸せの始まりを、2つ楽しみたいと思いますので、お時間の方はまたホームページの方をご確認ください。こちらもワンチョイス1500円、ドリンクお貸し付きとなっております。そして、泥棒は幸せの始まりはこの後のグッチョイで紹介いたします。はい、そして11月28日がカバの日ですね。第4月曜日になりますので、カバの日2回目になりますね。はい、上映いたしますので、ぜひぜひお越しください。こちらも1500円となっておりますので、はい、お気軽に皆さんお待ちしております。はい、まあ、はい、マイクロシアターがね、まあ、値段設定がね、はい、いわゆる一般で1800円とかではなくて、まあ、ちょっと安い、はい、1500円、ね、はい、お気軽にお越しいただける金額となっております。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございました。じゃあ行きますよ、今日のグッチョイ。ということで、こちらです。はい、はい、泥棒は幸せの始まり。はい、はい、これアメリカの映画となっておりまして、はい、2000何年だったっけな2013年の公開映画だなと思います。まあ、ちょっと前なんですけど、タイトルは覚えてるな、僕も、うん、見てはないんですけど、このただこれね、内容がね、あれなんですよね、そのこの男の人、この人が主役なんですけど、まあ、彼が、なんとその ID を盗まれるというか、うん、ID を悪用されて、身に覚えのない高額請求がやってくるというね、お話でして、で、そのいろんな、なんかあれやらこれやらいろんなものの請求がやってきて、どういうことやっていう風になってて、で、その職場の上司からこの問題を解決しないとお前はクビだって、要はね、いろんなものを買い込んでる、なんかその変なことやってるんじゃないのかみたいなことを、いや、そうじゃないってことが証明されないとお前クビだっていう風に言われてしまったがために仕方なくですね、この人はコロラドのデンバーというところにいるんですけど、1000マイル離れた、はい、フロリダにね、行ってですね、そのダイアナっていうこの女の人ですね、この人が詐欺師なんですよ。超クセモノ女性詐欺師、はいはい、ね、だからこの人をなんと捕まえて何とか問題解決しようということで、この人に騙されてたんですか。そうそう、騙されるというか、まあ、ID を取られてたんですね。犯人を見つけたってことですね。はい、まあ、だからそのこれね、今まさに僕たち日本人にとってはタイムリーなわけですよ。だからマイナンバーカードを ね、どん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 使っていきましょうということで推進されてたり、まあ、確かに例えば、ね、何かその補助金というか、なんかそういうのを受け取ったりとかするときにはあった方が、迅速になったりとか、いろいろね、便利になる。で、アメリカもそうなんですよ。アメリカもすでにその社会登録番号っていうのが、もう完全に普及されているので、これがなかったら、まあ、買い物もできないどころか、まあ、病院行ったって ID がないっていうことは認識されないんで、受診できないとか、いろんな問題があるんですよ。で、じゃあ日本もそういうふうにすれば、ね、それこそ保険証とか運転免許証とかそれぞれで番号を出してるわけだから、これ統一したらいいやんっていうことでマイナンバーっていう形で今やってるんですけども、でもそのマイナンバーが盗まれるといろんなことが起こるかもしれないよねっていうことで、まあ、これを見てですね、その問題をちょっとこう、あ、そうか、こういうこともあるかもしれないから気をつけなきゃいけないんだみたいな、はい、そういう、まあまあちょっとちゃうんですよ。向こうの社会登録番号と日本のマイナンバーの仕組みは違うし、そのマイナンバーカードの持ってる意味とか運用のされ方っていうのも全然違うので、その辺はまた違うものではあるんですけど、可能性はゼロではないので、
はい、ぜひそういう見方で見てもらうと面白いかもしれませんね。はい、それを、何日に26、27日、はい、やるそうなので、はい、ぜひそれもまた楽しみください。はい、はいはい、ということですか。はい、はい、ということで今日のグッチョイは、泥棒は幸せの始まりです。はい、ということで今日のグッチョイでした。で、はい、エンディングでございます。はいはい、今日も走り抜けましたね。はい、はい、いや実はあの今日は割と朝早い目から、うん、本当におはようございますね、はい、始まってるんですけど、収録がね、はい、収録が始まってるんですけど、本当にね、途中で寝そう、いや、ね、ない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 、そんなことないですけど、やっぱ朝は眠いねという感想をちょっとだけ持ちましたね。はいはい、まあ19日ですか。はい、もうあっという間ですよ。あと1ヶ月と10日ぐらいですね、今年が、はいはい、終わります。で、今年年末いろいろ企画してるので、はい、また番組をね、楽しみに見といていただければ、どんな企画なのかは、まあ、ちょっとお楽しみに、はい、ぜひ楽しみに。なんせ24日配信と31日配信だったりするんで、すごいな、ね、そんな感じになってます。まあ、まあ、お忙しい、皆さんお忙しいと思うんですけど、できれば見ていただければね、まあ、ちょっとほっこりしていただけるんじゃないかと思っています。はい、ということで、今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。誰とさざえ合いたすけ合い愛し合いたい。